この当たりはどうだ、亀井が一歩も動かず、打球はあっという間にレフトスタンド、勝ち越しのツーランホームラン。打撃好調サンタナ、スワローズが一歩抜け出すツーランホームラン。場内もあっけに取られるようなその弾道、レフトスタンドに運んでいきました。今シーズンの12号、これで3対1。いや、しかし打球の速さといいましょうか、あっという間にスタンドまで行きましたね。すごい打球でしたね。2対4回だったと思うんですが、そこでの2失点ですね。そうですね、はい、この奥川もそうですが、大木も嬉しそうな表情をベンチで浮かべます。